はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日もツイキャスをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日は2018年の3月27日です。先に告知なんですけども、メルマガ登録を募集してますんで、よろしければ、説明欄のとこからリンクありますんで、ご登録ください。あとですね、アマゾン、楽天のリンクが貼ってありますんで、一度踏んでいただいて、お買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入りますんで、よければご協力ください。あ、女、ドゥニョミヤ様、こんばんは。アンさん、こんばんは。あ、住山さんも、こんばんは。なんかさっき会ったばっかのような気がしますね。さっき、今日、昼間ね、岡山読書会のゆきさんが、放送やられてて、明日はね、住山さんがなんか放送されるらしいんで、私もリツイートしといたんで、お邪魔したいと思います。女ポの字さん、こんばんは。婚 姻ないです。あ、結構です。大丈夫です。たくさんもういただいてありますから、溜まってますんで。あ、お茶爆10、五郎さん、ありがとうございます。今日はもう全然やる気がないというか、さっきちょっと横になったら3時間ぐらい寝てしまって、 なんか起きたらもう10時近くになってて、ああ、やばい、もうツイキャスやる時間だみたいな感じでね。まあ1時間遅らせてやろうと思いました。会いたかったよ。 ありがとうございます。 会いたかったよ。男の人から会いたかったよって言われて、なんか嬉しいですね。ありがとうございます。あ、ゆうき先生。先ほどはご視聴ありがとうございました。いえ、もうとても2時間ありがとうございました。もうみっちり、マドンナ古文、楽しかったです。非常に良かったです。なんか、ゆうき先生が一生懸命、説明しておられるのが良かったですね。何年ぶりだろう。何年ぶりだろう。何年ぶりだろう。ですかね。あ、宇多田さんもこんばんは。マドンナ古文ゴリ押し。 なんて、荻野綾子先生とかいうやつですね。私は使ってなかったですね。私は土屋の古文とかいうの使ってましたね。なんか古文222とかいうなんか単語帳センター試験用に使ってた気がしますけども。まあ結構ね、ああいうとこでね、やったのが、それなりに、あれですね、役に立つっていうか、なんかまあ、覚えてるもんですよね。なんだろうな、単語なんか覚えなくたっていいんですけどね、古文なんか。最近、神様がわかるようになってきました。ああ、そうですか。よかったですね。神っていう概念がありますからね、やっぱりね。こんばんは、宮沢さんは花見に行きましたか？まだ咲いてないですよ、長野はね。咲いてないんでね。4月ですから。皆さんのとこみたいに早く、あったかくないですからね。まだ梅が咲き始めたぐらい。ま、梅がようやく満開になるぐらいですよ。なんでまあ、これからじゃないですか。だからもう、世間が花見じゃなくなった頃花見なんですよ。だからあんまりなんかその、花見のありがたさが、なんかないですよね。なんかちょっと、結局そうですよ。東北の人もそうだと思いますけど、北海道とかね。あ、東京だけ盛り上がってやがってみたいなね。感じですね。なっちゃいますよね。あ、もう花咲いてんだみたいなね。あ、土屋の古文、懐かしいですよね。今日、やる気ないんで、なんかいっぱい書き込んでいただければ、お答えしますんで。桐原書店のライジング古文です。何ですかそれ。桐原書店は知ってますけど、結構学校指定の参考書の会社ですよね。男の言う花見の花の違う件。 何ですか。なんかもしかして下ネタですか。 よくわかんないですけど。 もう酔っ払ってんで、ね、すいませんけど、よくわかんないんで、補足してください。あ、そういえば、質問いただいたんで、まあ、質問読みますか。せっかくなんでね。
と今開いてんで。宮沢さんは日記をつけていますか？日記についてお話ししてくださいということです。つけてないですね、今ね。その代わり、毎日音声は撮ってんで、なんかしたら、まあ日記の代わりっちゃ日記の代わりなんですかね。学生時代はつけてましたよ、ずっと。今、手元にありますもん。まあ、ノートにつけてましたけど、普通の A4。さっきちょっと眺めてたんですけど、5年分ぐらいつけてありますね。でも、1行しか書いてないですけどね。1行だけその日見た映画について、映画が書いてあるんですよ。そっか、これ、2000年の3月18日、靖国神社に行った って書いてありますね。この時1回だけ靖国神社行ったんだ。サークルで靖国神社に、なんか銀行会 歌を読みに行ったんですね。なんか、何人かで、ね。なんか、たくさんの、いろんな大学の学生とは。2000年の3月27日は、夜霧の恋人たちを見る。で、夜霧の恋人たち、トリフォーか。見に行ったんですね。3月28日、叫びとささやきを見る。ベルイマンの叫びとささやきを見てたんですね。夜の女たちを見る。溝口賢治の夜の女たちっていう映画。ベルイマンと溝口賢治を読んでるって、見てるっていうのはすごいですね。その夜、追い出しコンパがあって、虹飼いは壺八だったって書いてありますね。 まあそんなことが書いてありますよ。なんかね、毎日映画見てたんでね、映画っていうか、まあ、あれですよ、ビデオで借りてね、見てたんですよ。結構渋いの見てますね。4月1日、イオーク軍曹を見る。4月2日、残菊物語を見る。4月3日、女は女であるを見る。なんか溝口賢治ばっか見てるんですね。4月5日、祇園の姉妹を見る。4月6日、最前線物語を見る。サミエル・フラーですね。4月8日、ゼータ・ガンダムを見る。なんでゼータ・ガンダム見てたのか、わかんないですけど。なおな感じですかね。その日見た、なんか読んだ本とか、見た映画について書いてありますね。まあ、大して今と変わんない生活ですよね。なんですかね。まあ、見たって別にどうだって話じゃないですけどね。女の子を花見するというのはメインでという意味でした。ああ、そうなんですね。ああ、桃太郎さん、コインありがとうございます。見に行くんですかね、女の子ね。ナンパしに行くってことですか？ 酔っ払った勢いで声かけて。まあ、私もなんか改まって花見をしたっていうのはあんまりないですね。会社時代ぐらいしかないですね。なんか意外と花見で喧嘩とかしてるの見て嫌だなと思いましたけどね。なんかいい大人が乱闘みたいになっちゃってね。30人ぐらいで殴り合ってるの見たことあるんですけどね。大宮の氷川公園で。嫌になっちゃってもう、そんな。氷川公園の近くに住んでた、近くでもないですけど、まあ、駅のすぐそばに住んでたんで、よくね、氷川神社っていう、大宮から歩いて、20分ぐらいのところですかね。そこの神社の裏側に大宮公園っていうのがあるんですね。前、ブラウタモリでもなんか紹介されてて、結構別荘地だったらしいんですね、昔は。なんか、文学者とかも来るような、文学者っていうか、藩閥政治家とかが来るような。そこ、桜の木がね、いっぱいあって、池もあるんですよ。そこはね、よくね、なんか朝散歩しましたね。あんまり読書に疲れたりすると、ふらふら、歩いてましたよ。こんな感じですね。何にも楽しい学生時代だったのかな。楽しくもないそんな、ねえ。 なんかまあ ウェイな感じもない。 ウェイって言葉がなかったですからね。なんですかね、何もなかったですね。お仕事は、お仕事は、お仕事は今これを仕事にやってますよ。皆さん、一応放送をやるとこれ一応収入になるんですけどね。あ、さくらさんもこんばんは、ありがとうございます。毎日やんないとね、やっぱりね、なんか一応毎日やると収益上がるんですよ、一応。YouTube の方はね。
広告入ってんでね。桜と聞くと坂口安吾の桜の木の下でを思い出しますね。そうですね。そうですねって私、桜の木の下でって読んだことないんですけど。あ、だあれですかね。青空文庫に載ってんか。桜の下って言うと、梶本次郎のね、桜の下、満開の下、桜の森満開の下ですかね。坂口安吾。短いから読み上げますか、せっかくなんで。ね、皆さんも朗読、すごい短いんでね、朗読しますよ。特にネタもないし。それからの大輔みたいな感じですか。まあ私の私生活はどうでもいいじゃないですか。つまんない生活ですよ。お茶爆ありがとうございます。さくらさん。私は寂しい人間ですみたいなね。広告は最後まで見ないと制作者の収入に入らないみたいなので、最後まで見てるようにしてます。あ、いいですよ、そんな気遣ってくれなくて。別に、そんなに、結局、後で再生されてんで、結構、私のは。作ったやつがね、後々、なんか急に、なんか、あれなんですよ。まあ、今日作ったもんが今日聞かれるっていうわけでもないんで、後でね、なんかヒットして、すごい急に再生されるやつがあるんで、まあ、作っときゃね、なんかしら再生されて、そっからね、連続して聞いてもらってるケースが多いんで。じゃあ読み上げていきますか、せっかくなんでね。桜の森の満開の下、坂口安吾。桜の花が咲くと、人々は酒をぶら下げたり、団子を食べて、花の下を歩いて、絶景だの、春爛漫だのと浮かれて、陽気になりますが、これは嘘です。なぜ嘘かと申しますと、桜の花の下へ人が寄り集まって、酔っ払ってゲロを吐いて喧嘩して、これは江戸時代からの話で、大昔は桜の花の下は恐ろしいと思っても絶景などとは誰も思いませんでした。近頃の桜の下といえば、人間が寄り集まって酒を飲んで喧嘩していますから、陽気で賑やかだと思い込んでいますが、桜の花の下から人間を取り去ると恐ろしい景色になりますので、あたかも猿母親が愛児を人さらいにさらわれて、子供を探して発狂して、桜の花の満開の林の下へと来かかり、見渡す花びらの影に子供の幻を描いて、狂い死にして花びらに埋まってしまう、このところ小生の蛇足という話もあり、桜の林の花の下には人の姿がなければ恐ろしいばかりです。ということです。ちょっと今、貼りますね。まあ、テキスト見ながら聞いてもらえばいいかと思いますけど。桜の花の下には人間がいないと寂しいってこと言ってるんですね。子供がさらわれて探して回って発狂してる母親が桜の下にいて、狂い死にして花びらに埋まってんだって言うんですね。もう薬中の文章ですよね、こんなんで。普通の人の感性で書いてないですよね、もうね。続きです。昔、鈴鹿峠にも旅人が桜の森の花の下を通らなければならないように道ような道になっていました。花の咲かない頃はよろしいのですが、花の季節になると旅人はみんな森の花の下で気が変になりました。できるだけ早く花の下から逃げようと思って、青い木や枯れた木のある方へ一目散に走り出したものです。一人だとまだ良いので、なぜかというと、花の下を一目散に逃げて、当たり前の木の下へ来るとほっとして、やれやれと思って済むからですが、二人連れは都合が悪い。なぜなら、人間の足の速さは各人各様で、一人が遅れますから、おい、待ってくれ、と、後から必死に叫んでも、みんな気違いで友達を捨てて走ります。それで鈴鹿峠の桜の森の花の下を通過した途端に、今まで仲の良かった旅人が仲が悪くなり、相手の友情を信用しなくなります。そんなことから旅人も自然に桜の森の下を通らないで、わざわざ遠回りの別の山道を歩くようになり、やがて
桜の森は街道を外れて、人の子一人通らない山の静寂へ取り残されてしまいました。鈴鹿峠って三重のとこにあるんですかね。お伊勢参りのところですかね。鈴鹿峠。歌枕。盗賊が横行する場所としても名高い。伊勢神宮への勅使一行が襲撃された。898年。まあだから、なんか伊勢神宮に行くときに通るんですね、これね。なるほどね。ということです。続きを読んでいきます。そうなって何年か後に、この山に一人の山賊が住み始めましたが、この山賊は随分むごたらしい男で、街道へ出て情け容赦なく着物を剥ぎ、人の命も絶ちましたが、こんな男でも桜の森の花の下へ来るとやっぱり恐ろしくなって気が変になりました。そこで山賊はそれ以来花が嫌いで、花というものは恐ろしいものだな、なんだか嫌なものだな、そういうふうに腹の中ではつぶやいていました。花の下では風がないのにゴーゴー風が鳴ってるような気がしました。そのくせ風がちっともなく一つも物音がありません。自分の姿と足音ばかりで、それがひっそり冷たい、そして動かない風の中に包まれていました。花びらがポソポソと散るように、魂が散って命がだんだん衰えていくように思われます。それで目をつぶって何か叫んで逃げたくなりますが、目をつぶると桜の木にぶつかるので、目をつぶるにもいきませんから、一層気違いになるのでした。けれども、山賊は落ち着いた男で、後悔ということを知らない男ですから、これはおかしいと考えたのです。一つ来年考えてやろう。そう思いました。今年は考える気がしなかったのです。そして来年花が咲いたら、その時じっくり考えようと思いました。毎年そう考えてももう十何年も経ち、今年もまた来年になったら考えてやろうと思って、また年が暮れてしまいました。そう考えているうちに、初めは一人だった女房がもう7人にもなり、8人目の女房をまた街道から女の亭主の着物と一緒にさらってきました。女の亭主は殺してきました。山賊は女の亭主を殺す時からどうも変だと思っていました。いつもと勝手が違うのです。どこということはわからぬけれども、へんてこで、けれども彼の心は物にこだわるということにはなれませんので、その時格別深く心に留めませんでした。山賊ははじめ男を殺す気はなかったので、身ぐるみを脱がせていつものようにとっとと失せろと蹴飛ばしてやるつもりでしたが、女が美しすぎたので、ふと男を切り捨てていました。彼自身に思いがけない出来事であったばかりでなく、女にとっても思いがけない出来事だった印に、山賊はが振り向くと、女は腰を抜かして彼の顔をぼんやり見つめていました。今日からお前は俺の女房だと言うと、女はうなずきました。手を取って女を引き起こすと、女は歩けないからおぶってくれと言います。山賊は承知承知と女を軽々と背負って歩きましたが、険しい上り坂へ来て、ここは危ないから降りて歩いてもらおうと言っても、女はしがみついて、いやいやいやよと言っておりません。お前のような山男が苦しがるほどの坂道をどうして私が歩けるものか考えてごらんよ。そうかよし、そうかそうかよしよし。と男は疲れて苦しくても好機嫌でした。でも一度だけ降りてくれ。私は強いのだから、苦しくて一休みしたいというわけじゃないぜ。目の玉が頭の後ろ側にあるというわけでもないものじゃないのだから、さっきからお前さんおぶっていても何ともなくもどかしくて仕方がないのだよ。一度だけ下へ降りて可愛い顔を拝ませてもらいたいものだ。いやよいやよと、また女はやけに首ったまにしがみつきました。私はこんな寂しいところに一つ時もじっとしていられないよ。お前のうちにあるところまで一時も休まず急いでおくれ。さもないと、私はお前の女房になってやらないよ。私にこんな寂しい思いをさせるなら、私は舌を噛んで死んでしまうから。よしよし、わかった。お前の頼みは何でも聞いてやろう。山賊はこの美しい女房を相手に未来の楽しみを考えて、とろけるような幸福を感じました。彼は威張り返って肩を張って、前の山、後の山、右の山、左の山、
ぐるりと一回転して女に見せて、これだけの山という山がみんな俺のものなんだぜ、と言いましたが、女はそんなことは点で取り合いません。彼は意外にまた残念で、いいかい、お前の目に見える山という山、木という木、谷という谷、その谷から湧く雲まで、みんな俺のものなんだぜ。早く歩いておくれ。私はこんな岩こぶだらけの崖の下にいたくないのだから。よしよし。今に家に着くととびきりのご馳走をこしらえてやるよ。お前はもっと急がないのかい？走っておくれ。なかなかこの坂道は俺が一人でもそう駆けられない難所だよ。お前も見かけによらない意気地なしだね。私とした、したことがとんだ甲斐性なしの女房になってしまった。ああ、これから何を頼りに暮らせたらいいのだろう。何をバカな、これぐらいの坂道が。ああ、もどかしいね。お前ももう疲れたのかい？バカなことを。この坂道を突き抜けると、鹿もかなわぬように走ってみせるから。でもお前の息は苦しそうだよ。顔色が青いじゃないか。何でも物事の始めはそういうものさ。今に勢いの弾みがつけば、お前が背中で目を回すくらい速く走るよ。けれども山賊は体が節々からバラバラに分かれてしまったように疲れていました。そして我が家の前にたどり着いた時、目もくらみ耳も鳴り、しわがれ声の一切れを振り絞る力もありません。家の中から7人の女房が迎えに出てきましたが、山賊は石のようにこわばった体をほぐして、背中の女を下ろすだけで精一杯でした。7人の女房は今までに見かけたこともない女の美しさに打たれましたが、今は、女は7人の女房の汚さに驚きました。7人の女房の中には、昔はかなり綺麗な女もいたのですが、今は見る影もありません。女は薄気味悪がって、男の性退いて、この山女は何なのよ。これは俺の昔の女房なんだよ。と男は困って、昔のという文句を考えて加えたのは、とっさの返事としてはよくできていましたが、女は容赦がありません。まあ、これがお前の女房かい。それはお前、俺はお前のような可愛い女がいようとは知らなかったのだからね。あの女を切り殺しておくれ。女は一番顔形の整った一人を指して叫びました。だってお前殺さなくとも女中だと思えばいいじゃないか。お前は私の亭主を殺したくせに自分の女房が殺せないのかい？お前はそれでも私を女房にするつもりなのかい？男の結ばれた口からうめきが漏れました。男は飛び上がるように一踊りして、刺された女を切り倒してしまいました。しかし息つく暇もありません。この女よ、今度はその、それ、この女よ。男はためらいましたが、すぐずかずか歩いていって、女の首へざくりとダンビラを切り込みました。首がまだコロコロと止まらぬうちに、女のふっくら艶のある透き通る声は次の女を刺して美しく響いていました。この女よ、今度は。刺された女は両手に顔を隠して、キャーという叫び声を張り上げました。その叫びに振りかぶって、ダンビラは宙をひらめいて走りました。残る女たちはにわかに一時に立ち上がってよもに散りました。一人でも逃がしたら承知しないよ。藪の陰にも一人いるよ。上手へ一人逃げてゆくよ。男は地刀を振り上げて山の林を駆け狂いました。たった一人逃げ遅れて腰を抜かした女がいました。それは一番醜くてびっこの女でしたが、男が逃げた女を一人余さず切り捨てて戻ってきて、無造作にダンビラを振り上げますと、いいのよ、この女だけは私が、これは私が女中に使うから、ついでだからやってしまうよ。バカだね、私が殺さないでおくれというのだよ。ああ、そうか、本当だ。男は血刀を投げ捨てて尻餅をつきました。疲れがどっとこみ上げて目がくらみ、土から生えた尻のように重みが分かってきました。ふと静寂に気がつきました。飛び立つような恐ろしさがこみ上げ、ぎょっとして振り向くと、女はそこにいくらかやるせない風情で佇んでいます。男は悪夢から覚めたような気がしました。そして目も魂も自然に女の美しさに吸い寄せられて動かなくなってしまいました。けれども男は不安でした。どういう不安だか、なぜ不安だか、何が不安だか、彼には分からぬのです。女が美しすぎて、彼の魂がそれに吸い寄せられていたので、
胸の不安の波立ちをさして気にせずいられただけです。なんだか似てるようだな、と彼は思いました。似たことがいつかあった。それは、と彼は考えました。ああ、そうだ、あれだ。気がつくと彼はびっくりしていました。びっくりしました。桜の森の満開の下です。あの下を通る時に似ていました。どこが、何が、どんな風に似てるのだかわかりません。けれども何か似ていることは確かでした。彼にはいつもそれぐらいのことしかわからず、それから先はわからなくても気にならぬ太刀の男でした。山の長い冬が終わり、山のてっぺんの方や谷のくぼみに木の陰に雪はポツポツ残っていましたが、やがて花の季節が訪れようとして、春の兆しが空一面に輝いていました。今年、桜の花が咲いたらと彼は考えました。花の下に差し掛かる時はまだそれほどではありません。それで思い切って花の下へ歩き込みます。だんだん歩くうちに気が変になり、前も後ろも右も左もどっちを見ても上にかぶさる花ばかり。森の真ん中に近づくと恐ろしさに目くらめっぽうたまらなくなるのでした。今年は一つあの花盛りの林の真ん中でじっと動かず、いや思い切って地べたに座ってやろうと彼は考えました。その時この女も連れて行こうか。彼はふと考えて女の顔をちらっと見ると胸騒ぎがして慌てて目をそらしました。自分の腹が女に知れては大変だという気持ちがなぜだか胸に焼け残りました。女は大変なわがままものでした。どんな心を込めたごちそうをこしらえてやっても必ず不服を言いました。彼は小鳥や鹿を取りに山を走りました。イノシシも熊も取りました。びっこの女はこの芽や木の芽や草の根を探してひねもす林間をさまよいました。しかし女は満足を示したことはありません。毎日こんなものを私に食えというのかえ。だってとびきりのごちそうなんだぜ。お前がここに来るまで10日に一度ぐらいしかこれだけのものは食わなかったものだ。お前は山男だからそれでいいのだろうさ。私の喉は通らないよ。こんな寂しい山奥で夜の夜長に聞くものといえばフクロウの声ばかり。せめて食べるものでも都に劣らぬおいしいものが食べられないものかね。都の風がどんなものか、その都の風をせき止められた私の思いの切なさがどんなものか、お前には察することもできないのだね。お前は私から都の風をもぎ取って、その代わりお前がくれたものといえばカラスやフクロウの鳴く声ばかり。お前はそれを恥ずかしいともむごたらしいとも思わないのだよ。女の恩じる言葉がの道理が男には飲み込めなかったのです。なぜなら男は都の風がどんなものだか知りません。見当もつかないのです。この生活、この幸福に足りないものがあるという事実について思い当たるものがない。彼はただ女の恩じる風情の切なさに当惑し、それをどのように処置してよいか目当てについて何の事実も知らないので、もどかしさに苦しみました。これ恩じるでいいんですかね。ちょっと今調べますね。読み間違えてるとあれですからね。演じるでしたね。ごめんなさい。演じる。彼はただ女の演じる風情の切なさに当惑し、それをどのように処置してよいか目当てについて何も知らないので、もどかしさに苦しみました。今までは都からの旅人を何人殺したかもしれません。都からの旅人は金持ちで所持品も豪華ですから、都は彼の良いかもで、せっかく所持品を奪ってみても中身がつまらなかったりすると、チェ、この田舎者めとか、どん百姓めとか罵ったもので、つまり彼は、都についてはそれだけの知識が全部で、豪華な所持品を持つ人たちのいるところであり、彼はそれを巻き上げるという考え以外には余念がありませんでした。都の空がどっちの方角だということすらも考えてみる必要がなかったのです。女は櫛だの、郊外だの、かんざしだの、紅だのを大事にしました。彼が泥の手や山の獣の血で濡れた手で、かすかに着物に触れただけでも、女は彼を叱りました。まるで着物が女の命であるように、そしてそれを守ることが自分の務めでもあるように、身の回りを清潔にさせ、家の手入れを命じます。
その着物は一枚の細袖と細紐だけではこと足りず、何枚かの着物といくつもの紐と、そしてその紐は妙な形に結ばれて不必要に垂れ流されて、いろいろの飾り物を付け足すことによって一つの形が完成されていくのでした。男は目を見張りました。そして丹精を漏らしました。彼は納得させられたのです。かくして一つの美が成り立ち、その美に彼が満たされている。それは疑う余地がない。子としては意味の持たない不完全かつ不可解な断片が集まることによって一つのものが完成する。そのものを分解すれば無意味なる断片に帰する。それを彼は彼らしく一つの絶えなる魔術として納得させられたのでした。男は山の木を切り出して女の命じるものを作ります。何者がそして何用に作られるのか、彼自身それを知り作りつつあるうちは知ることができないのでした。それは胡椒と肘掛けでした。胡椒はつまり椅子です。お天気の日、女はこれを外に出させて日向に、また木陰に腰をかけて 目をつぶります。部屋の中では肘掛けにもたれて物思いにふけるような、そしてそれはそれを見る男の目にはすべてが異様な、生めかしく、悩ましい姿に他ならぬのでした。魔術は現実に行われており、彼自らが魔術の助手でありながら、その行われる魔術の結果に常にいぶかり、そして談笑するのでした。ピッコの女は朝ごとに女の長い黒髪をくし削ります。そのために用いる水を男は谷川の特に遠い清水から汲み取り、そして特別そのように注意を払う自分のローグを懐かしみました。自分自身が魔術の一つの力になりたいということが男の願いになっていました。そして彼自身くし削られる黒髪に我が手を加えてみたいものだと思います。いやよそんな手は、と女は男を払いのけて叱ります。男は子供のように手を引っ込めて照れながら黒髪に艶が立ち結ばれ、そして顔が現れ一つの美が描かれ生まれてくることを見果てぬ夢に思うのでした。こんなものがな、彼は模様にある櫛や飾りのある口蓋をいじり回しました。それが彼は今までは意味も手打ちも認めるもののできなかったものでしたが、今もなお物と物との調和や関係、飾りという意味の批判ではありませんけれども、魔力がわかります。魔力は物の命でした。物の中にも命があります。お前がいじってはいけないよ。なぜ毎日決まったように手を出すのだろうね。不思議なものだな。何が不思議なのさ。何がってこともないけどさ、と男は照れました。彼には驚きありましたが、その対象は分からぬのです。そして男は都を恐れる心が、男に都を恐れる心が生まれてきました。その恐れは恐怖ではなく、知らないということに対する羞恥と不安で、物知りの未知の事柄に抱く不安と羞恥に似ていました。女が都というたびに男の心は怯えおののきました。けれども彼は目に見える何者も恐れたことがなかったので、恐れの心に馴染みがなく、恥じる心にも慣れていません。そして彼は都に対して敵意だけは持ちました。敵意だけを持ちました。何千の都からの旅人を襲ったが手に立つものがなかったのだから、と彼は満足して考えました。どんな過去を思い出しても裏切られ、傷つけられる不安がありません。それに気づくと、彼は常に愉快で、また誇りやかでした。彼は女の美に対して自分の強さを対比しました。そして強さの自覚の上で、多少の苦手と見られるものはイノシシだけでした。そのイノシシも、実際はさして恐るべき敵でもないので、彼にはゆとりがありました。都には牙のある人間がいるかい？弓を持った侍がいるよ。ははは、弓なら、俺は谷の向こうのスズメの子でも落とすのだからな。都には刀が折れてしまうような皮の硬い人間はいないだろう。鎧を着た侍がいるよ。鎧は刀が折れるのか。折れるよ。俺は熊もイノシシも組み伏せてしまうのだからな。お前が本当に強い男なら私を都へ連れてっておくれ。お前の力で私の欲しいもの、都の水を私の身の回りへ飾っておくれ。そして私に真から楽しい思いを授けてくれることができるなら、お前は本当に強い男なのさ。わけのないことだ。男は都に行くことを心に決めました。
彼は都にありとあらゆる櫛や香盖やかんざしや着物や鏡や紅を3日3晩と経たないうちに女の周りへ積み上げてみせるつもりでした。何の気がかりもありません。一つだけ気にかかることは全く都に関係ない別のことでした。それは桜の森でした。2日か3日の後に森の満開が訪れようとしていました。今年こそ彼は決意していました。桜の森の花盛りの真ん中で身じろぎもせずじっと座っていてみせる。彼は毎日密かに桜の森へ出かけて、つぼみの膨らみを測っていました。あと3日。彼は出発を急ぐ女に言いました。お前に支度の面倒があるものかね、と女は眉を寄せました。じらさないでおくれ。都が私を呼んでいるのだよ。それでも約束があるからね。お前が帰え。この山奥に約束した誰がいるのさ。それは誰ともいないけれどもね、けれども約束があるんだよ。それはまあ珍しいことがあるものだね。誰もいなくたって誰と約束するのだい。男は嘘がつけなくなりました。桜の花が咲くのだよ。桜の花と約束したのかい。桜の花が咲くからそれを見てから出かけなければならないんだよ。どういうわけで。桜の森の下へ行ってみなければならないからだよ。だからなぜ行ってみなければならないのよ。花が咲くからだよ。花が咲くからなぜさ。花の下には冷たい風が張り詰めているからだよ。花の下かえ？花の下には果てがないからだよ。花の下がかえ？男はわからなくなってくしゃくしゃしました。私も花の下へ連れてって言っておくれ。それはダメだ。男はきっぱり言いました。一人でなくちゃダメなんだ。女は苦笑しました。男は苦笑というものを初めて見ました。そんな意地の悪い笑いを彼は今まで知らなかったのでした。そしてそれを彼は意地の悪いというふうには判断せず、刀で切っても切れないようにと判断しました。その証拠に苦笑は彼の頭に判を押したように刻みつけられてしまったからです。それは刀の刃のように思い出すたびチクチク頭を切りました。そして彼がそれを切ることはできないのでした。3日目が来ました。彼は密かに出かけました。桜の森は満開でした。一足踏み込むとき、彼は女の苦笑を思い出しました。それは今まで覚えのない鋭さで頭を切りました。それだけでもう彼は混乱していました。鼻の下の冷たさは果てのない四方からどっと押し寄せてきました。彼の体はたちまちその風に吹きさらされて透明になり、四方の風はごうごうと吹き通り、すでに風だけが張り詰めているのでした。彼の声のみが叫びました。彼は走りました。何という虚空でしょう。彼は泣き、祈り、もがき、ただ逃げ去ろうとしていました。そして鼻の下を抜け出したことが分かった時、夢の中から我に返った同じ気持ちを見出しました。夢と違っていることは本当に息も絶え絶えになっている身の苦しさでした。男と女とびっこの女は都に住み始めました。男は夜ごとに女の命じる邸宅に忍び入りました。着物や宝石や装身具を持ち出しましたが、それのみが女の心を満たすものでありませんでした。女の何よりも欲しがるものはその家に住む人の首でした。彼らの家にはすでに何十の邸宅の首が集められていました。部屋の四方のついたてに仕切られて首は並べられ、ある首は吊るされ、男には首の数が多すぎてどれがどれやら分からなくなり、女はいちいち覚えており、すでに毛が抜け、肉が腐り、白骨になってもどこの誰ということを覚えていました。男やびっこの女が首の場所を変えると怒り、ここはどこの家族、ここは誰の家族とやかましく言いました。女は毎日首遊びをしました。首は家来を連れて散歩に出ます。首の家族へ別の首の家族が遊びに来ます。首が恋をします。女の首が男の首を振り、また男の首が女の首を捨てて女の首を泣かせることもありました。姫君の首は大納言の首に騙されました。大納言の首は月のない夜、姫君の首の恋する人の首のふりをして忍んでいってちぎりを結びます。ちぎりの後に姫君の首が気がつきます。姫君の首は大納言の首を憎むことができず、
我が身の定めの悲しさに泣いて尼になるのでした。すると大納言の首は尼寺に行って尼になった姫君の首を犯します。姫君の首は死のうとしますが、大納言のささやきに負けて尼寺に逃げて山科の里に隠れて、大納言の首の囲い物となって髪の毛を増やします、生やします。姫君の首も大納言の首ももはや毛が抜け、肉が腐り、ウジ虫が湧き、骨がのぞけていました。二人の首は酒盛りをして声にたわぶれ、歯の骨と歯の骨を噛み合ってカチカチなり、腐った肉がペチャペチャくっつき合い、鼻もつぶれ、目の玉もくり抜けていました。ほれ、ほっぺたを食べてやりなさい。ああ、おいしい。姫君の喉も食べてやりましょう。はい、目の玉もかじりましょう。すすってやりましょうね。はい、ペロペロ。あら、おいしいね。もうたまらないのよ。ねえ、ほら、うんとかじりついてやれ。女はカラカラ笑います。きれいな澄んだ笑い声です。薄い陶器が鳴るような爽やかな声でした。坊主の首もありました。坊主の首は女に憎がられていました。いつも悪い役を振られ、憎まれて、なぶり殺しにされたり、役人に処刑されたりしました。坊主の首は首になって、後にかえって毛が生え、やがてその毛も抜けて腐り果て白骨になりました。白骨になると、女は別の坊主の首を持ってくるように命じました。新しい坊主の首は、まだ裏若い、みずみずしい稚児の美しさが残っていました。女は喜んで机に乗せ、酒を含ませ、頬ずりして、舐めたりくすぐったりしましたが、じきに飽きました。もっと憎たらしい首を、太った憎たらしい首を、女は命じました。男は面倒になって5つほどぶら下げてきました。よぼよぼの老僧の首も、眉の太い、ほっぺたの厚いカエルがしがみついているような鼻の形の顔もありました。耳の尖った馬のような坊主の首も、ひどく神妙な首の坊主もあります。けれども、女の気に入ったのは一つでした。それは50ぐらいの大坊主の首で、不男で、ねじりが垂れ、頬がたるみ、唇が厚くて、その重さで口が開いているようなだらしのない首でした。女は垂れた目尻の両端を両手の指の先で押さえ、くりくりと吊り上げて回したり、しばなの甲へ2本の棒を差し込んだり、逆さに立てて転がしたり、抱きしめて自分のお乳を熱い唇の中に押し込んでしゃぶらせたりして大笑いしました。けれども、じきに飽きました。美しい娘の首もありました。がありました。清らかな、静かな、高貴な首でした。子供っぽくて、そのくせ死んだ顔ですから、妙に大人びた憂いがあり、閉じられたまぶたの奥に、楽しい思いも悲しい思いも、ませた思いも、一度にごっちゃに隠されているようでした。女はその首の、その首を自分の娘か妹かのように、可愛がりました。黒い髪の毛をすいてやり、顔にお化粧をしてやりました。ああでもない、こうでもないと、念を入れて、鼻の代わりの村立つような優しい顔が浮き上がりました。娘の首のため、一人の若い貴公子の首が必要でした。貴公子の首も念入りにお化粧され、二人の若者の首は燃え狂うような恋の遊びに膨れました。拗ねたり怒ったり憎んだり、嘘をついたり騙したり、悲しい顔をしてみせたり、けれども二人の情熱が一度に燃え上がるときは、一人の火がめいめい他の一人を焼き焦がして、どっちも焼かれて舞い上がる火炎になって燃え混じりました。けれども間もなく、バル侍だの色好みだの、色好みの大人だの悪僧だのがの汚い首が邪魔に出て、貴公子の首は蹴られて撃たれた挙句殺されて、右から左から前から後ろから汚い首がごちゃごちゃに女に挑みかかって、娘に挑みかかって、娘の首には醜い首の腐った肉がへばりつき、牙のような歯に食いつかれ、鼻の先が抜けたり、毛がむしられたりします。すると女は娘の首を針でつついて穴を開け、小刀で切ったりえぐったり、誰の首よりも汚らしい目も当てられない首にして投げ出すのでした。男は都を嫌いました。都の珍しさにも慣れてしまうと、馴染めない気持ちばかりが残りました。彼も都では人並みに水管を着て、もうすねを出して歩いていました。白昼は刀を刺すこともできません。市に買い物に行かなければなりませんし、白首のいる居酒屋で酒を飲んでも金を払わなければなりません。市の商人は彼を殴りました。野菜を積んで売りに来る田舎女も子供まで殴りました。
拍手ってのは何なんですかね。ちょっと調べますね。拍手。老人のことですね。白首って白首拍手。拍手も彼を笑いました。都では貴族は牛車で道の真ん中を通ります。水管を着た裸足の家来は大概振る舞い酒に顔を赤くして威張り散らして歩いていきました。彼は間抜けだのバカだののろまだのとの位置でも路上でもお寺の庭でも怒鳴られました。それでももうそれぐらいのことには腹が立たなくなっていました。音が何よりも退屈に苦しみました。人間どもというのは退屈なものだと彼はつくづく思いました。彼はつまり人間がうるさいのでした。大きな犬が歩いていると小さな犬が吠えます。男は吠えられる犬のようなものでした。彼はひがんだり、寝たんだり、拗ねたり、考えたりすることが嫌いでした。山の獣や木や川や鳥はうるさくはなかったかな、と彼は思いました。都は退屈なところだな、と彼はびっこの女に言いました。お前は山に帰りたいと思わないか。私は都は退屈ではないからね、とびっこの女は答えました。ビッコの女は一日中料理をこしらえて洗濯し、近所の人たちとおしゃべりしていました。都ではおしゃべりができるから退屈しないよ。私は山が退屈で嫌いさ。お前はおしゃべりが退屈ではないのか。当たり前さ。誰だってしゃべっていれば退屈しないものだよ。俺はしゃべればしゃべるほど退屈するのにな。お前はしゃべらないから退屈なのさ。そんなことがあるものか。しゃべると退屈するからしゃべらないのだ。でもしゃべってごらんよ。きっと退屈を忘れるから。何を何でも喋りたいことをさ。喋りたいことなんかあるものか。男は忌々しがってあくびをしました。都にも山がありました。しかし山の上には寺があったり、庵があったり、庵寄りがあったり、そしてそこにはかえって多くの人の往来がありました。山から都が一目に見えます。あ、一目に見えます。なんというたくさんの家だろう。そしてなんという汚い眺めだろう、と思いました。彼は毎晩人を殺していることは昼はほとんど忘れていました。なぜなら彼は人を殺すことにも退屈しているからでした。何も興味ありません。刀で叩くと首がポロリと落ちているだけでした。首は柔らかいものでした。骨の手応えは全く感じるものがないもので、大根を切るのと同じようなものでした。その首の重さが彼にはよほど意外でした。彼には女の気持ちがわかるような気がしました。金付き堂では一人の坊主がやけになって金をついています。なんという馬鹿げたことをやるのだろうと彼は思いました。何をやり出すのか分かりません。こういうやつらと顔を見合って暮らすとしたら、俺でもやつらをクビにして一緒に暮らすことを選ぶだろうさ、と思うのです。思うのでした。それでも彼は女の欲望にキリがないので、そのことにも退屈していたのでした。女の欲望はいわば常にキリもなく、空を直線に飛び続けているから鳥のようなものでした。休む暇もなく常に直線に飛び続けているのです。その鳥は疲れません。常に爽快に風を切り、スイスイと小気味よく無限に飛び続けているのでした。けれども彼はただの鳥でした。枝から枝を飛び回り、たまに谷を渡るぐらいがせいぜいで、枝に止まってうたた寝をしているフクロウにも似ていました。彼は敏捷でした。全身がよく動き、よく歩き、動作は生き生きとしていました。彼の心はしかし尻の重たい鳥なのでした。彼は無限に直線に飛ぶことなどは思いもよらないのです。男は山の上から都の空を眺めています。その空を一羽の鳥が直線に飛んでいきます。空は昼から夜になり、夜から昼になり、無限の明暗が繰り返し続きます。その果てに何もなく、いつまでもただ無限の明暗があるだけ。男は無限の事実において納得することができません。無限を事実において納得することはできません。その先の日、その先の日、そのまた先の日、明暗の無限の繰り返しを考えます。彼の頭は割れそうになりました。それは彼、考えの疲れでなしに、考えの苦しさのためでした。家へ帰ると、女はいつものように首遊びにふけっていました。彼の姿を見ると、女は待ち構えていたのでした。今夜は白拍子の首を持ってきておくれ。とびきり美しい白拍子の首だよ。舞を回せるのだから、私が今夜を歌って聞かせてあげるよ。男はさっき山の上から見つめていた無限の明暗を思い出そうとしました。この部屋があのいつまでも果てのない無限の明暗の繰り返しの空のはずですが、それはもう思い出すことができません。そして女は鳥ではなしに、やっぱり美しいいつもの女でありました。
けれども彼は答えました。これは嫌だよ。女はびっくりしました。その挙句笑い出しました。おやおや、お前も臆病風に吹かれたもの？お前もただの弱虫ね。そんな弱虫じゃないのだ。じゃあ何さ。キリがないから嫌になったのさ。あら、おかしいね。何でもキリがないものだよ。毎日毎日ご飯を食べてキリがないじゃないか。毎日毎日眠ってキリがないじゃないか。それとは違うのだ。どんな風に違うのだ、違うのよ。男は返事に詰まりました。けれども違うと思いました。それで言いくるめられる苦しさに逃れて苦しさを逃れて外に出ました。白拍子の首を持っておいで。女の声が後から呼びかけましたが男は答えませんでした。彼はなぜどういうふうに違うのだろうと考えましたが分かりません。だんだん夜になりました。彼はまた山の上に登りました。もう空も見えなくなっていました。彼は気がつくと空が落ちてくることを考えていました。空が落ちてきます。彼は首を締め付けられるように苦しんでいました。それは女を殺すことでした。空の無限の明暗にを走り続けることは女を殺すことによって止めることができます。そして空は落ちてきます。彼はほっとすることができます。しかし彼の心臓に穴が開いているのでした。彼の胸から鳥の姿が飛び去り書き消えるのでした。あの女が俺なんだろうか。そして空を無限に直線に飛ぶ鳥が俺自身だったのだろうかと彼は疑いました。女を殺すと俺を殺してしまうのだろうか。俺は何を考えているんだろう。なぜ空を落とさなければならないのだか、それも分からなくなっていました。あらゆる想念が捉えがたいものでありました。そして想念を引いた後に残るものは苦痛のみでした。夜が明けました。彼は女のいる家へ戻る勇気が失われていました。そして数日山中をさまよいました。ある朝目が覚めると彼は桜の花の下に寝ていました。その桜の木は一本でした。桜の木は満開でした。彼は驚いて飛び起きましたが、それは逃げ出すためではありません。なぜならたった一本の桜の木でしたから。彼は鈴鹿の山の桜の森のことを突然思い出したのでした。あの山の桜の花も花盛りに違いありません。彼は懐かしさに我を忘れ、物思いに沈みました。山へ帰ろう。山へ帰るのだ。なぜこの単純なことを忘れていたのだろう。そしてなぜ空を落とすことなどを考えふけっていたのだろう。彼は悪夢の覚めた思いがしました。救われた思いがしました。今までその近くまで失っていた山の早春の匂いが身に迫って強く冷たくわかるのでした。男は家へ帰りました。女は嬉しげに彼を迎えました。どこへ行ってたのさ。無理なことを言ってお前を苦しめてすまなかったわね。でもお前がいなくなってから私の寂し、お前がいなくなってからの私の寂しさも察しておくれな。女がこんな優しいことは今までないことでした。男の胸は痛みました。もう少しで彼の決心は溶けてしまいそうです。溶けて消えてしまいそうです。けれども彼は思い決しました。俺は山に帰ることにしたよ。私を残して帰え。そんなむごたらしいことがどうしてお前の心に住むようになったのだろう。女の目は怒りに燃えました。その顔は裏切られた悔しさでいっぱいでした。お前はいつからそんな薄情者になったのよ。だからさ、俺は都が嫌いなんだ。私というものがいても帰え。俺は都に住んでいたくないだけなんだ。でも私がいるじゃないか。お前は私が嫌いになったのかえ。私はお前のいない留守はお前のことばかり考えていたのだよ。女の目に涙の雫が宿りました。女の目に宿ったのは初めての、女の目に涙が宿、涙の宿ったのは初めてのことでした。女の顔にはもはや怒りは消えていました。つれなさを恨む切なさのみが溢れていました。だってお前は都でなきゃ住むことができないのだろう。俺は山でなきゃ住んでいられないのだ。私はお前と一緒でなきゃ生きていられないのだよ。私の思いがお前にはわからないのかね。でも俺は山でなきゃ住んでいられないのだぜ。だからお前が山に帰るなら私も一緒に山へ帰るよ。私はたとえ一日でもお前と離れては生きてはいられないんだもの。女の目は涙に濡れていました。男の胸に顔を押し当てて熱い涙を流しました。涙の熱さは男の胸に染みました。確かに女は男なしでは生きられなくなってしまいました。新しい首は女の命でした。そしてその首を女のためにもたらすものは彼のほかなかったからです。彼は女の一部でした。
女はそれを話すわけにはいきません。男のノスタルジーが満たされた時、再び都へ連れ戻す確信が女にはあるのでした。でもお前は山で暮らせるかい？お前と一緒ならどこでも暮らすことができるよ。山にはお前の欲しがるような首がないのだぜ。お前と首とどっちか一つを選ばなければならないなら、私は首を諦めるよ。夢ではないかと男は疑りました。あまりに嬉しすぎて信じられないからでした。夢にすらこんな願ってもないことを考えることができなかったのでした。彼の胸は変な新たな希望でいっぱいでした。その訪れは唐突で乱暴で、今さっきまでの苦しい思いがもはや捉えがたい彼方へ隔てられていました。彼はこんなに優しくなかった昨日までの女のことも忘れました。今と明日があるだけでした。二人は直ちに出発しました。ビッコの女を残すことにしました。そして出発の時、女はビッコの女に向かって、次に帰ってくるから待っておいでと密かに言い残しました。目の前に昔の山々の姿が現れました。呼べば答えるようでした。旧道を取ることにしました。その道にはもう踏む人がなく、道の姿は消え失せとて、ただ林、ただの山坂になっていました。その道を行くと、桜の森の下を通ることになるのでした。背負っておくれ。こんな道のない山坂を私は歩くことができないよ。ああ、いいとも。男は軽々と女を背負いました。男は初めて女を得た日のことを思い出しました。その日も彼は女を背負って峠のあちらが山道を登ったのでした。その日も幸せでいっぱいでしたが、今日の幸せはさらに豊かなものでした。初めてお前に会った日もおんぶしてもらったわね、と女も思い出して言いました。俺もそれを思い出していたのだぜ。男は嬉しそうに笑いました。ほら見えるだろう。あれがみんな俺の山だ。谷も木も鳥も雲まで俺の山草。山いいな。走ってみたくなるじゃないか。都ではそんなことはなかったからな。初めての日はおんぶしてお前を走らせたものだったわね。本当だ。ずいぶん疲れて目が回ったものさ。男は桜の森の花盛りを忘れてはいませんでした。しかしこの幸福な日に、あの森の花盛りの下に何ほどのもの、あの花盛りの下が何ほどのものでしょうか。彼は恐れていませんでした。そして桜の森が彼の眼前に現れてきました。まさしく一面満開でした。風に吹かれた花びらがパラパラと落ちています。土肌の上は一面花びらが敷かれていました。この花びらはどこから落ちてきたのだろう。なぜなら花びらの一ひらが落ちたとも思われぬ満開の花の房が見張るかす山の上に、頭の上に頭上に広がっているからでした。音が満開の花の下へ歩き込みました。あたりはひっそりとだんだん冷たくなるようでした。彼はふと女の手が冷たくなっているのに気がつきました。にわかに不安になりました。とっさに彼はわかりました。女が鬼であることを。突然、ドーッという冷たい風が鼻の下の四方の果てから吹き寄せていました。男の背中にしがみついているのは全身が紫色の顔の大きな老婆でした。その口は耳まで裂け、縮くれた髪の毛は緑でした。男は走りました。振り落とそうとしました。鬼の手に力がこもり、彼の喉に食い込みました。彼の目は見えなくなろうとしました。彼は夢中でした。全身の力を込めて鬼の手を緩めました。その手の隙間から首を抜くと背中を滑ってどさりと鬼は落ちました。今度は彼が鬼に組みつく番でした。鬼の首を絞めました。そして彼がふと気がついた時、彼は全身の力を込めて女の首を締め付け、そして女はすでに息絶えていました。彼の目は霞んでいました。彼はより大きく目を見開くことを試みましたが、それによって視界が戻ってきたように感じることはできませんでした。なぜなら彼の絞め殺したのはさっきと変わらずやはり女で、同じ女の死体がそこにあるばかりでだからでありました。彼の呼吸は止まりました。彼の力も彼の思念も全てが同時に止まりました。女の死体の上にはすでにいくつかの桜の花びらが落ちてきました。彼は女を揺さぶりました。叫びました。抱きました。徒労でした。彼はわっと泣き伏しました。多分彼がこの山に住み着いてからこの日まで泣いたことはなかったでしょう。
そして彼が自然に我に帰った時、彼の背には白い花びらが積もっていました。そこは桜の森のちょうど真ん中のあたりでした。四方の果ては花に隠れて奥が見えませんでした。日頃のような恐れや不安は消えていました。花の果てから吹き寄せる冷たい風もありません。ただひっそりと、そしてひそひそと花びらが散り続けているばかりでした。彼は初めて桜の森の満開の下に座っていました。いつまでもそこに座っていることができます。彼はもう帰るところがないのですから。桜の森の満開の下の秘密は誰にもわかりません。あるいは孤独というものであったかもしれません。なぜなら男はもはや孤独を恐れる必要がなかったのです。彼自らが孤独自体でありました。彼は初めて四方を見回しました。頭上に花がありました。その下にひっそりと無限の虚空が満ちていました。ひそひそと花が降ります。それだけのことです。他には何の秘密もないのでした。ほどへて彼はただ一つの生温かな何者かを感じました。そしてそれが彼自身の胸の悲しみであることに気がつきました。花と虚空の冴えた冷たさに包まれて、この温かい膨らみが少しずつ分かりかけてくるのでした。彼は女の顔の上の花びらを取ってやろうとしました。彼の手が女の顔に届こうとしたとき、何かが変わったことが起こったように思われました。すると、彼の手の下には降り積もった花びらばかりで、女の姿はかき消えて、いくつかの花びらになっていました。そしてその花びらをかき分けようとした彼の手も、彼の体も、伸ばしたときにはもはや消えていました。後に花びらと冷たい虚空が張り詰めているばかりでした。終わりということです。いい作品ですね、これね。なんかね、迫ってくる話でしたね。ありがとうございました。拍手をいただきまして。すごいですね。女の人が鬼だったんですね。へえ、いい話ですね。なるほどね。都に行って首を集めるっていうのがすごいですよね。首を集めて首で人形遊びをするって、女の人っていうのはそういうとこありますよね。まあ首だと思うので、お金だと思うんですね。お金も持って贅沢しないと、でずっと喋ってるら退屈なんかしないってことですね。ああ、そういうことですよね。なるほどね。それが桜とかかってくるんですね、最後にね。男の人はたまんないですよ、都にいたって。男は山に帰りたくなっちゃうんですよ。これの気持ちはすごいよくわかる。女の人は都にいたいです、ずっと。それは楽しいですからね。首集めてお人形ごっこやりたいですよね。でもなんで女の人はこれ直に帰ってくるからって言ったんですかね。ちょっといい作品ですね。なんかでもちょっとすぐには感想、こういう話だっていう説明はできないですけど。武家パロスさん、こんばんは。なんだこの小説、すごい小説ですよね。あ、土勢さん、こんばんは。あ、よかったです、ありがとうございます。なんかちょっとところどころつまずきながら、ただまあ皆さんもテキスト読みながら聞いてくれたと思うんでね。ということでした。まあまたね、読書会で扱いたいですね。桜の話、いい話でしたね。なんかこれを読んだ後に桜を見ると、ちょっとまた違った考えがね。なんかソメイヨシノじゃあんまり感じが出ないかもしれない。まあ山桜ですよね、これね。もうちょっと色が濃いんでしょうね。まあ桜の花の下に誰もいなかったらね、ちょっとこういう思いになりますよね。こんなもん、薬中が書いた小説としか思えないですね。これはまともな神経で書いてないですよ、これ。おそらく坂口安吾先生はやっぱ異常なものを書いてますよ、もう。この幻を頭の中で見ながら書いてるんですからね、恐ろしいことですよ。いやいやいや、ということでした。
ヒロポン ヒロポンすごい ヒロポン小説ですよね やばいですよ、こんなんね。街灯の下の桜とか、まあ一人で桜見てるとちょっとね、嫌です。いやっていうか、まあなんか桜の下にいれば楽しいっていうのが、でもね、私もあんまり思わないです。あんまり桜好きじゃないんですよ、はっきり言って。散るのも嫌だし、なんか悲しいっていう、やっぱ孤独を感じますよね。ハラハラ散ってんのは特に、まあ咲いてんのも好きじゃないんですけど、ハラハラ散ってんのも好きじゃないんですよ。ね、その感じは、まあ、あんですけどね。まあ、皆さん、まあ、女の人は好きかもしれないですけど。私はね、あんまり桜を見に行かないんですかって言われても、あんまり見たいと思わないですね。桜の下で酒を飲みたいとも思わないし、ね、なんか無理して楽しいと思ってる感じがするんですよ。なんか言ってる人たちが、なんか無理やりテンションを上げてるっていうか、なんかそんな気が私はしちゃうんですけどね。まあみんながみんなそう思うわけじゃないの。私はね、あんまり昔から好きじゃないですよね。ということでした。刹那的な美しさですね。そうですね。まあまた桜の小説はね、他にも梶本次郎のがありますんで、またせっかく桜咲いてるうちにもう一回、まああっちも短いんでね、読み上げたいと思いますね。まあ、こういう機会じゃないとなかなか季節もんですから。桜の森の満開の下でという青い文学シリーズというアニメを見ました。恐ろしかったです。あ、リンクを貼っていただいたんですね、ポポさん。まあ、皆さん見ていただければと思います。ありがとうございました。斉藤さんのご紹介で読み上げさせていただきました。ということでした。今日の放送はここまでです。皆さん、遅くまでありがとうございます。じゃあ、おやすみなさい。失礼します。